レンフェ279系電気機関車はスペイン国鉄の電気機関車。日本からヨーロッパへ初めて輸出された電気機関車で、増備車の289系電気機関車、269系電気機関車及び251系電気機関車と共にラスホップネッサスという愛称を持つ。スペイン国鉄では動力近代化の一環として直流電化が進められたが、 その時期や由来によって 1500V と 3000V の2種類の路線、区間が存在しており、従来運用されていた電気機関車は基本的にそれぞれの電圧のみの運用であった。そのため、両区間を直通する列車を牽引する場合は、電圧の境目となる駅で機関車を付け替えなければならなかった。この手間を解消するため、老朽化した 1500V 区間専用の電気、 機関車の機えも含めつつ、二つの電圧のどちらの区間でも最高の性能を発揮する高性能な客貨量用の機関車を導入することになり、その試験的な機関車4両を1962年にフランスのアルストムへ発注し、1963年より1万軽電気機関車として運用を始めていたが、1500V 区間における性能の著しい低下が、 問題になっており、同様な目的の新たな機関車を購入することを決定。1965年に 1500V と 3000V の副電圧かつ粘着力に優れた一台車1、電動機に軸駆動方式の電気機関車という条件で国際入札が行われた。そこでは、前述の一万型をはじめ、従来同国鉄へ電気機関車を納入していた。 フランスのアルストムと当時世界各地へ機関車を輸出していた日本の三菱電機と三菱重工業からなる三菱グループが応札。アルストムが1万系電機機関車の改良品を提示したのに対し三菱グループはスペイン国鉄の提示する条件と類似の仕様の日本国有鉄道 EF30 系電機機関車を基礎にしつつ直流専用で副電圧及び工機と 真空ブレーキを搭載したものを提示。厳正な調査の結果、スペイン国鉄が示した値段では、アルストムのものが16両購入できるのに対し、三菱グループのものは21両購入できることが判明したことから、1966年の4月に三菱グループの受注が決定。なお、実際に購入されたのは16両分であった。この機関車が7900系。 後のの279系であり、1966年に日本の三菱重工業三原製作所で最初の2両が製造、スペインへ輸出され、翌1967年の1月にスペインに到着し、試運転を行ったところ、とても良い成果を出したことから、三菱グループは三菱商事を介して、スペイン国内のメーカーと技術提携を結ぶこととなり、 同年から翌1968年にかけて、同国内企業のカフ、スペイン電気機械製造会社、セナメイスサにおいて、さらに14両が、三菱電機のライセンスにより製造され、最終的に合計16両となった。定格出力は2 7 0 0ット。空転時の再粘着特性などの粘着力に優れ、同時に、台車の軽量化も可能な一台車一電動機に、 軸駆動方式を採用しているが、これは、各台車の中心の心皿直下に、主電動機を配置し、前後の動輪を駆動させる方式で、各台車の中心の心皿直下の空間が大きく、主電動機を車軸と平行に設置することから、ギア比を変更する空間が生まれ、牽引する列車の種類によって、それを変更することができるため、最高速度は、 旅客列車牽員時が時速 130km、貨物列車牽員時が時速 80km となっている。車体は当時の日本国有鉄道の電気機関車と類似した形状の普通構成で冬に寒くなるスペイン北部やピレネー山脈付近の気候に対応するため全面のパノラミックウィンドウの両端にデフロスタを設けているほか一部トンネルの高さと パンタグラフ形状の関係から屋根が平らになっており少々のっぺりした印象を与える。駆動方式は日本国有鉄道 EF30 型と同様の WN 駆動で前述の点から一台車一電動機に軸駆動方式に適している。また旅客列車検印時に使用する電気暖房装置をスペインの電気機関車としては初めて新生児から 標準装備した。終電装置のパンタグラフは、スペインの標準である Z 型で赤色に塗装されている。導入後、すべての車両が、マドリードのプリンシッペピオ機関区へ配備され、ほぼ全線が1500ボルト電化であった、マドリードイルン線において運用を開始。運転を行う機関士からは、日本の技術を搭載した機関車ということから、前述のラスホップネッサスのほか 日本文化の代表として広く知れ渡っていた芸者と呼ばれ親しまれた。1969年からは出力を強ました造備車である289系電気機関車が登場し、同じく2両が三菱電機で製造、残りをスペイン国内で製造する形で造備された。長い間その性能を発揮する運用についていたが、 老朽化が目立ってきたことから1990年代後半から状態の良い車両に対し更新工事が開始された。この内容は前面の2枚窓のパノラミックウィンドウを平面窓へ上高扉横の個別に分かれた2つの小窓を1つのユニット差し窓へ交換し同時に運転室に冷房を搭載するというものであったが老朽化が進んでいた車両は この工事を受けずに廃車となっている。同様の更新工事は289系電気機関車や269系電気機関車にも施行された。2005年にスペイン国鉄は民営化され、それと前後して旅客列車の電車化が進められたことから、より新しい電気機関車に余剰車が発生し、それと交代する形で、 更新工事が施行された車両も含めて2009年までに全車廃車されたが279から001号機と279から002号機はバリアドリッドで保存されているほかスペイン国内で製造された車両のトップナンバーである279から003号機がアルサス、アルサスアで観光事務所として利用されている。ありがとうございます。